神戸国際会館国際ホールにやってまいりました。広い広い いいですね。あそこにおはようございます。おはようございます。おはようございます。梅澤さん、これちょっとせっかくなんでこう舞台も明るくして、本番みたいに明るくして見てみたいんですけど、うん、本番みたいに、え、このままステージも照明もこのまま。いやいや、暗いですやんこれ。いや、めっちゃ暗いですやんほら。なんかむき出しや。いや、暗いはまずその前に。そうです、そうですね。いや、お金ないもん。お金がないんです。完売しましたよね。完売しました。そうですね、全部埋まりますからね。2000、はい、何本で売った。いや、870円ですよ。870円でしょ、はい、そうです。足りませんよ。じゃあな、あの会館の方読んで、今現時点で、はいはいはい、どこまで行けるか、どこまでがあかんかっていうのを言ってもらおうか。神戸国際会館さん、おい、あ、いた、あ、おはようございます。何かありました問題でも。いや、もうね、笑ってるよ。暗いっていいよりも、いや、暗いっすよこれ。ちょっと明かりも本番みたいにつけてほしいって言ったら、なんかつけられへん。今の名前とね、矢浅さん、はい、つけてたもんね。どうやったっけ。無理っすね。これでやるの。いや、ほんで他って何なんですか。他使えないのか。いや、じゃあとりあえず見に行く。どうしようか、はい、じゃあちょっと行こうか。はい。おお、あー、これね、長っ。これ飲むとことありますよ。長っ、うまい。あるある。これが2階で、これ2階で、あれが6階。すげえ、6階まで行くエスカレーター。ちょっとまだ話もしかしてしてない。すいません。あ、これはすいません。どうしよう、無理やん。無理っすね。いや、無理だ。いや、何が無理だ。無理っすねしかほぼ言ってないですけど。使えません、動きません。まだあるんですか、使える。見てもらおうか。何、そのこと全部見える。ちょっとね、あの、お話ししとかないと。どうすんの。これ何、使えない。え、これ別に取る。ここは開ける。あるから、これ使わせてもらったらいいんじゃないですか。いや、水代かかるし、電気代かかるやん。買ってくるんです。ちょっと言っといて、はっきりと。無理です。あと、スタバさんに申し訳ないわ。確か、はい、今の名前と、ここから、はい、こっちの楽屋使え。いや、通路しかないですよ。ロッカーしかないですよ。そうですね。トイレどうしよう。どうしよう。さあ、というわけで、はい、4月1日に行われます、神戸国際会館国際ホールでの渡辺フラーのワンマンライブですけれども、はい、完売したのに、いろいろ作れないものがあります。皆さんに、花を添えていただきたくですね、はい、渡辺フラワーがライブするにあたってですね、お花を添えていただきたく思っております、はい、クラウドファンディング始まっておりますので、はい、具体的な応援よろしくお願いいたします。